こんにちは、今日が11月の、24土曜日ですね。16時を回りました。琉球イズムパーソナリティの増田です。この番組は、私が沖縄にですね住み始めて、いろいろな方々からこうヒントをいただきながら沖縄の習慣や文化、生活などの魅力を再発見して、いろいろな方々と触れ合いながら、とにかく、沖縄ライフを楽で楽しくする番組です。30分という短い時間ではありますが、どうかお付き合いください。こんにちは。今日がもう11月最終週の土曜日ですね。もう寒いかもしれないですね。昔僕沖縄の人ってダウンとかね、そういう防寒着っていうんですかね、そういうのってほぼ着ないもんだと思ってましたから、ね、そんなことはないよね、普通に考えたらね。みんなね、もうそろそろもしかするとというかもう着てるよね。ダウンとかもうそろそろ出してくるのかな。まだちょっと早いのかな。ね、どうなんでしょうかね。あ、俺ね、去年来た時はそんなの着てなかったな。パーカーぐらいだったような気がするけどな。でも沖縄人にしたら、からしたらもしかしたら寒いかもしれないので、もうそろそろ着てるかもしれないですね。ねえ。で、今日はですね、沖縄のね、ちょっと越してきて知ったっていうことなんですけど、ゴミ問題ではないですけど、ゴミのことでちょっとお話しできればなと思います。なので今日も、あと30分ですね。よろしくお願いします。先ほどもちょっとお伝えしたゴミの、僕沖縄に来て初めて知ったというか、初体験というかっていうのがね、ゴミのことがあって、っていうのはね、この前、僕が沖縄に移ってからですね、ちょっと引っ越しを手伝うことがありまして、普通のね引っ越しだったんですけど、それがね浦添、沖縄県の浦添市だったんですけど、まあこれね、だから沖縄のゴミ問題というよりはね、浦添のゴミ問題だね。浦添の、要は浦添市に住んでる方々が引っ越しをする、まあ浦添から浦添だったんですけど、その時にね、要はやっぱたくさんゴミって出ると思うんですよ、引っ越しって。まあなかなか僕結構引っ越しって人生で多くて、引っ越し魔というか引っ越しを結構するんですけど、なので僕はもうなんか慣れてるっていうのもあるし、ちょこちょこ引っ越すので、あんまりそもそもゴミも出ないっていう感じではあるんですけど、それでもやっぱり棚であったりとか机だったり、まあ僕あと特に今回ね、東京からこっちに移ってきてますから、もう大変でしたね。やっぱり今までの引っ越しって、要は元いた場所から新しい引っ越し先に物を移動してもらうっていうことなので、そんなに苦じゃなかったんですよ。引っ越し業者さんにお願いしたりとか、もちろん自分で軽トラ借りてきてやったりとか、友達に手伝ってもらってたりとかっていろいろありましたけど、元あった場所から新しい場所に移すっていうのはそんなに大変じゃないですけど、今回東京から沖縄に来ましたから、
実は全部ほぼほぼ、まあ、衣類とあと靴本ぐらいかなは持ってきましたけど、それ以外はね、電化製品とか棚机類はもう全部処分してきたんですけど、一人だから、で誰かに手伝ってもらおうかなとも思ったりはしたんだけど、なかなかね、なんかこうめんどくさいなと思って、結局ね、日程合わせたりとかめんどくさいなと思って全部一人でやったんですけど、洗濯機とかね、もう超大変、びっくりしました。一人で、で前住んだところっていうのが4階で、でそこからね、洗濯機一人で階段で下ろすっていうね、地獄、もうね一発でやられましたね、腰ちょっとね、外がちょっと元気な感じなのであれですけど、何やってんだろうなんかどん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 落としてるけど、こうね、なんかやってるんでしょうね。そうで、それでまあ洗濯機も大変だったんだけど、あとね、処分するのに大変なのが、あれですよ、棚とか。東京は30センチ以上かな、30センチ以上、一辺が30センチ以上だったかな、がもう全部粗大ごみだって言い出して、そんなこと言ったらもう大体のもそうじゃないのみたいな話になってきちゃうじゃないですか。例えば洗濯物を入れるカゴとかもそうだったし、あと何、ちょっとしたその要はもう箱類とか、なんだろう、キャビネットみたいな、ちっちゃいキャビネットみたいなのもそうだったし、と思ってだけどまあ結局もうそれを壊せば多分燃えるゴミで出せるんだけど、壊すのも疲れちゃうから、もうそこはもうしゃあないと思って、粗大ゴミシールを買ってきて貼って終わらせましたけどね、あ、30センチってって思いながら。であとね、東京はなんだ、部屋にタイルカーペット僕貼ってたんですよ。でそれも剥がさなきゃいけないから、それも剥がして、それ一辺50センチだったんですけど、それをね、粗大ごみセンターの人に聞いたら、30センチ以上だから粗大ごみになるって言い出して、5枚1セットで200円とかって、200円でシール貼ってくださいって言われて、と思って、なんかもうそんな切りないじゃんと思って、さすがにそれはカッターでちぎって切って燃えるゴミで出しましたけどね本当に大変な思いして東京から来たんですけど、まあ売れるものは売って、粗大ごみとして捨てるものは捨てて、あげれるものはあげてっていう感じで来たんですけど、で引っ越ししてきてちょっと経ってから、またこっちで浦添から浦添に引っ越すっていう人のね、手伝いをすることになってしてたんですけど、浦添市ってびっくりしたのが、個人の持ち込みでゴミを処分してくれないんですよ。知ってました？皆さん。これね、ちょっとね、僕はね、浦添市に物申したいなって思いましたね。でよくよく調べたらさ、那覇、豊見城、糸満、宜野湾、まあこの周辺ですよね、浦添市の周辺、まあ那覇周辺は全部ね、個人でゴミの持ち込み OK なんですよ、浦添市だけこれ本当、マジ本当にびっくりして、で市役所に電話してもよくわからない、なんか土曜日だったんだっけな、電話したのが、それも運が悪かったんですけど、電話したらちょっとわからないからクリーンセンターに電話してくれって言われて、電話したんだけど、出ないよね、そりゃ休みなんだからっていう状況になっちゃって、で月曜日に電話、いざその引っ越しの日が月曜だったのかな、で月曜日に持ち込めるもんだと思ってたから、いざ持ち込もうと思ってクリーンセンターに電話したら、浦添市は持ち込みできませんよって言われて、はいってなってすっごい大変なことになってですね、で市役所に電話したら、引っ越し先に1回持って行って
各要は燃えないゴミがあるなら燃えないゴミの日、リサイクルのがあるのだったらリサイクルのゴミの日、燃えるゴミは燃えるゴミの日にそれぞれ捨ててくださいって言われて、そんなんありますかっていう感じなぐらいね、ちょっと僕はと思ってびっくりしたんですけど、浦添市の人大変ですよね。だから引っ越しもそうだし、でゴミ捨てたい時に捨てられないから、ね、そのだって週に燃えるゴミは週に2回とかあるだろうけど、不燃ゴミとかはね、リサイクル、まあ要は古紙とかああいう系って2週に1回ぐらいだったりする場合あるじゃないですか。そうなっちゃったらじゃあどうすんのっていう気はしちゃうんだけどね。まあでももうそういう市の方針なのか、それともゴミそのクリーンセンターにそういう個人の持ち込みをするね、窓口だったり場所だったりっていうのがないのか、なんかねちょっとどうにかしてくれないかなっていうのを勝手に思いながら、浦添市ってすごいなって思いましたけど。であとね、もう一つちょっとびっくりしたのがことがあったんですけど、缶と缶瓶、ペットボトルかのゴミの日があったんです。でこれ、ね、また琉球イズムのインスタでも上げたんですけど、あれ違ったかな、個人のインスタかな、どっちかに上げたんですけど、これもちょっとびっくりしたというか、もともと神奈川出身で東京に住んでるっていう感じだったんですけど、神奈川でも東京でも見たことなかったんですけど、こっちのこれだから浦添市だけなのかなってことはないのかな、分かんないですけど、僕は浦添市にちょっと住んで、いたので、今ちょっと変わったんですけどね、浦添市に住んでたんですけど、缶とかペットボトルとかあと瓶全部一緒で出す、しかもその出す容器っていうんですか、カゴ、自前のカゴで出すんですよね。あれはね不思議でしたよ。ちょっと笑えちゃうというか、あれでね出したはいいけど、いつ持っていかれるか、いつゴミを回収して持っていかれるか分かんないわけじゃないですか。だからね、一日置きっぱなしにしてたら、ね、夜見たら空っぽのカゴが置いてあるみたいな状況になるわけでしょ、持ってっちゃった後って。って考えたらさ、誰かが持ってっちゃうかもしれないし、あとは風の強い日とかだったらなんか飛んでっちゃいそうじゃないですか。って考えたら、へえ不思議だなって。あとね、缶瓶リサイあとペットボトルが一緒っていうのもちょっとね、びっくりしましたね。ペットボトルはリサイクルだから、東京、僕が行った東京に住んでた世田谷区っていうところはね、もうペットボトルはペットボトルの日っていうのがあったね、月に2回ぐらい。だから不便は不便なんだけど、で缶瓶の日っていうのもあって、もしかしたらそれが一緒の日になってる地域もあるかもしれないですけど、僕が住んでたところは世田谷区の千歳烏山っていうところだったんですけど、そこは別々で、で区が指定してる要は折りたたみのカゴっていうんですかね、パタンパタンって言ってパタパタってた畳めるようなカゴが区の職員がね前日ぐらいに配るんですよね。でまあ一番最初に捨てに来た人がそれをパタパタっと組み立てて、で捨てると、瓶とか缶とかで、一般的なのはどっちがどの色っていうのは忘れたけど、青と黄色なんですよのカゴがあって、でペットボトルはねネットみたいな袋が世田谷区はそうだったんですけど、それにペットボトルを入れて、で缶瓶の青と黄色どっちか忘れ、瓶が黄色かな、青が缶かな、
忘れたけど、どっちかがそんな感じのカゴに入れて捨てるっていう感じだったので、で、あの、あ、そう、あともう一個全然違うの、神奈川の藤沢市っていうところはちょっと変わってて、自分のゴミは自分の自宅の前に出すと回収に来てくれるんですよ。これここまで聞くとなんか一見便利そうじゃないですか。だけどすごいね、細かくルールが決まってて、例えばあのお刺身とかお肉とかの、あのスーパーに売ってるあの白いトレーっていうんですかね、プラスチックだったりとか発泡シロールみたいな、ああいうのの分別もすごい細かく決まってて、ラップと一緒に捨てちゃダメとか、紙がなんかシールが貼られてる状況じゃダメとか、すっごい細かく決まっててそれをね、だあの要は家の前だから便利だと思って適当にやって出すと持ってってくれないっていうような市だったんですよ。だからすごいね大変な、まあそれをやってたのはうちの母親だったんですけどすごい大変そうでしたね。だそんな市もあるんですけど、まあ、東京は比較的ね何でも一緒にして出していいですよって感じで、靴も、まあ、沖縄もそうかな、靴も服も全部燃えるゴミで出して平気だったし、で、まあ、段ボールは基本的にはあの古紙というかっていう感じで出すんだけど、まあ、小さく切っちゃえば燃えるゴミで出していいよみたいな感じで、結構いい加減というか、いい加減と言ったらおかしいかな、なんかあの融通が効くという感じだったわけですだからそんな中でね、その沖縄に来て浦添市にちょっと住んでいたんですけど、缶瓶ペットボトルのカゴは自分のカゴっていう、本当これ風が強かったり台風が多い県なのにカゴ絶対なくなってる人たくさんいるでしょうって思いながら、不思議と思って捨てましたけどそのルールに従って捨てましたけどね、不思議だなとは思いました。でね、あとね、沖縄の浦添のゴミ事情なのかもしれないし、沖縄のゴミ事情かもしれないですけど、あと浦添に物申したいなと思ったのはね、浦添道が暗すぎるもうちょっと街灯増やしてほしいなっていうのは、全然ゴミの話は関係ないですけど、もうそれね、本当これ浦添市の誰か職員の方でも結構ですし、それこそ市長でも結構ですから、これもしね、あの FM 那覇だから、那覇市から流してるんですけど、浦添でもちょっと入るエリアはあると思うので、もし聞いてたらね、あの改善する余地があるんじゃないかと。暗すぎて怖くて歩けません夜。まあ沖縄の人は歩かないっていうかもしれないけど、あの僕は結構歩きますので、ぜひね少しずつで結構ですので街灯を増やしてくれるとありがたいなと思いますね。暗すぎてね、もう本当に、ま、もう本当5メートル先が見えないんじゃないかなぐらい真っ暗な時があって、ちょっと怖かったねやっぱりさすがに、まあ、ちょっとそういうところが浦添は多いので、まだまだぜひね街灯をつけてほしいなと。人の怖さももちろんあるけど、やっぱりちょっとね暗すぎて、お化け的な怖さもすごいあるから、そこをなんとかねしてほしいなとちょっと思ってます。これもちょっと話がそれちゃいましたけど、だからそのねゴミ事情に関してはへーっていうのがあって、あとはまあ僕が住んでたところっていうのはその道端に出すところだったんですよね。あのまあ、マンションとかだとそのマンションに備え付けというかね、ゴミ置き場があるから年中いつ出してもいいですよみたいなマンションもたくさんあるとは思うんですけど、あの道に出すからなんかあの、まあ、東京でももちろんそういうところはたくさんあって、あのその辺はあの同じなので、あ同じなんだなと思いながら見てましたけどね、あのゴミ収集車のあの何の音楽だあれすごいですよね、ゴミ収集車来てますよみたいな、あれも東京にはないですね。東京神奈川には、神奈川にあったかな、いやないと思うんだけど、いつの間にか来ていつの間にか
持って行ってるみたいな感じですけど、でしたけど、沖縄はめちゃめちゃ分かりやすいですね。あれ何あの音楽、なんていう音楽っていうか、何の楽曲か分かんないけど あれすごい分かりやすくて、ああゴミ来たって感じがして、あいいなってちょっとだけ思いました。あれって何、那覇もそうなのかな、おもろ町とか、あそこら辺も大きな音楽流しながら来てくれるのかなってちょっと思ったけど、沖縄市に住んでたけど、沖縄市そうだったっけな、ちょっと忘れちゃったけど、あ沖縄市に住んでる時はあれだったんだ、ゴミ集積場みたいなのがそのアパートにあったから、結構いつでも出しちゃってたから、全然あんまりそういうの考えてなかったな。ねえ、そっかそっか、だからかな。浦添市はね、那覇もそうかもしれないですけど、ね、音楽はないっす。ないっていうのは、東京とかにはないですね。珍しいな、珍しいというか、聞き慣れないなって感じで、面白いなって感じで聞いてましたけど、あとね、内地の子に言われたのは、コンビニの ATM、まあ、音声つながりで話すと、コンビニの ATM の音量がでかすぎないかっていうことは毎回言われるね。なんかね、電話とかし、たまに電話とかしながら ATM でピッピッピッといじってると、まあ、あれな、何、な、何なんでしょうね。観光客向け用にそういう仕様にしてんのかな。二兵デビル、なんとかかんとかって、わーって大きな声で喋るんですけど、あれがやたら大きいんじゃねえかっていうのは、いろんな人に突っ込まれました。もしね、だからコンビニ ATM 設置してる方がこれ聞いてたら、音量もう少し小さく設定とかできるんであればした方がいいかもしれないですね。 なので、なんかね、音でかいっていう大体のことが沖縄県っていうのは、内地の子にちょこちょこ言われることがありますけどね。だからこれは浦添だけの話じゃないね、ゴミの話でもないんですけど そんなこともありましたね。で、こんな感じでどんどん逸れていきそうなんであれなんですけど、そろそろもうお時間が来ておりますね。早いですよね、やっぱいろいろこう、もう沖縄に移るといろんなことが起きて、いろんなことというか起きてるんじゃないな、起きてるわけではないんでしょうけど、なぜかそういうことに出くわすっていうのが多いですね。それがなんか意外と面白いというか、なので不思議で仕方ないなっていうことがありますね。ね。で、もうそろそろお時間になりまして、そろそろですね、もう25分弱というところなんですけど、どうでしたでしょうか。まあ、ゴミ問題はね、まあ、もしかすると、市区町村いろいろ違いがあるから、もしかしたらもう、あとは都道府県でも全然違うんでしょうからね、これも慣れなきゃいけないなとは思うんですけど、ただ本当に一つこれだけは直した方がいいと思うのは、浦添市の粗大ゴミの持ち込みが個人でできない、これはね、辛すぎる。だからせっかく新しいところに引っ越すのに、もう捨ててもいいゴミ、もうがっさり軽トラ1台分ぐらい持っていって、で、だいぶ長い間ね、だからゴミの日が来ないから、だいぶ長い間アパートの通路に置かしてもらうっていうような状況が続いたんでね、衛生的にもね、見た目的にもどうなのっていうのがあるので。ただ市役所の人もちょっと悪そうに「すいません」って感じで言ってくれたので、そこはね、ああやっぱりそういうことは、それが問題だっていうのは感じてはいるのかなっていうリアクションはしてくれたのでよかったですけど、ぜひね、このゴミ問題 うまくなんかね、整理してくれるといいんですけどね。浦添市の、市の方、よろしくお願いします。ではもう、お時間になりましたので、また来週ですね。琉球イズム、パーソナリティの増田でした。さよなら。